皆さんこんにちは、ケンです。アドラです。はい、本日は、ツイッターネームアドラさんのロードバイク紹介をしたいと思います。今回紹介するのがこちら、スコットのホイール RC ディスク。はい、お値段どれぐらいしたんですか？最初はホイールはエンビじゃなかったんですけど、はいはい、ね、完成車でだいたい92万ぐらいです。完成車で92万のロードバイク。そうですね。それをさらにエンビのホイールをつけて、だいたい100万円、ミリオン超えってことですね。はい、はい、そうです。じゃあ、まあ早速細かく見ていきたいんですけど、まずコンポーネントは基本的にデュラエースのディスクモデル、はい、9100番台ですね。そうですね、はい、が一式ついてるって感じですかね。はい、そうです。 STI、クランク、リアディレイラー、はい、まあ、チェーン、でスプロケもそうですかね。これもそうですね、スプロケもデュラエースの9100シリーズですね。9100で、はい、ローターも9100です。9100のシリーズで統一されてると。はい、そうです。じゃあ次ハンドル周り見ていきたいんですけど、はい、エアロ、はい、もうエアロザ専用、はい、専用品です。互換性ありませんよね、これ。あ、でも付け替えれば、付け替えてもなんかステムのとこも見ちゃうんですけど、はい、特殊な形ですね、これ。漏らしたことあります？いやー、ないですね、まだ今のところまだ。普通に円のやつが付けれないかな。そうですね、あんまり聞いたことはないですね。どっちかというとここのタイプで一体化になってるんで、ちょっと特殊な形をしているものになってます、ね。いや、でもハンドルはすごいかっこいいですね。はい、もうバッチリですね。でバーテープは純正ですか？これバーテープは、ね、すごい安いやつです。あ、そうなんですね。はい、これ1080円ちょっとのバーテープです。ちょっと質が結構握り具合とかも良かったんで、はいはいはい、これでスプリントとかするともうすごい握り心地よくて滑らないんですよ。あ、変えてらっしゃると、はい、バッチリですよ。このスコット純正のエアロハンドル、はい、これ純正ですね。はい、で下から、まあ、マウントが出てて、はい、今はブライトン、はい、ブライトンですね。レッグマウントがついてるってことですか、これ最初から？そうですね、最初からついたんですか？それ最初からではなくて、途中でちょっとネットで購入しまして。なるほどなるほど、はい、でブライトン450、ね、はい、そうですね、ライダー450で、はい、ガーミンとかにも変えれるんですか、これ？ガーミン専用のマウント用のやつもあるので、はいはいはい、今これブライトン用でつけてるので、これ以外取り付け不可能なんですけども、まあ、可能です。変えれば可能ですね。はい、でライトアダプターもついてて、はい、なるほど。ハンドルがもういきなり面白すぎる。もういきなりがっちりですからね、この動き。フレームももう専用ですね。はい、専用設計ですね。次はサドル見ていきたいんですけど、サドルも純正、もうこれ最初から純正からもうカーボンですね、フルカーで。そうですね、カーボンレール装着されてるもので、はい、穴が開いていると。そうですね、っていう感じで、でシートポストもカーボンですね。はい、そうです。エアロ形状になってます。そうですね、はい。でボトルケージ、はい、これはまあご自身で選ばれたと思うんですけど。そうですね、エリートの、エリート、はい、ボトルケージですね。チタンカラーのやつを2つつけてるという感じですね。まあ、ちなみにこれボトルゲージなんですけど、ここの黒いやつ取るとレバーにも変わるんで、タイヤレバーになる。はい、そうです。あ、すごい。それも一緒についてたので、もう見た目はバッチリです。じゃあもうこれ2本あるってことですね。そうです、2本あります。はい、ドライブトレイ見ていくんですけど、はい、まあ、先ほど言ったようにデュラエースが装着されてて、はい、ビンディングペダルは、はい、スピードプレイ、はい、スピードプレイですね。スピードプレイを使われているという感じですね。はい、黒森シャフトですね。黒森シャフトのやつですね。はい、スピードプレイいいですか？最初は取り付けて走ろうとすると慣れないんで、普通の SPD、SL と違って、そうです、ね、丸い形になってるんですよ。なので最初慣れないとガッて踏んだ時にはまらずそのままバターンと倒れることがよくあるんですけど、慣れてこればもうすごいしっくりきて走りやすいペダルになってます。そうですね、取り扱いやすいし、まあ、僕もスピードプレイ使ってましたけど慣れれば簡単。、はい、そうです。で、まあ、歩きやすいし。そうですね、いいですよね。で最後もね、まあ、大取りですけどホイール、はい、これなぜ純正、純正はアルミがついてたんですか？純正はカーボンがついてます。カーボンがついてたけどそれを外してエンビーにしました。で45ミリハイト、はい、ハイトですね、ハイトのやつで、はい、なぜこのメーカーなんですか？
前々からちょっと事前これ車体乗られる前にサーベル乗ってたんですよ実は、はい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 、その時に早くエンビ乗り使ってみたいなっていう気持ちがあったのでそれでちょっと買いたい買いたいと思ってたらちょうど新型のモデルがエンビからセカンドホイールでバーンと出てきたので、はい、それでよしこれは買うかと思ってもうそこで、まあ、このメーカーに憧れがあって使ってみたかったという感じ で、はい、まあ、万能な、もうすごい万能ですよ 45mm ハイトの、はい、私も乗らせていただいたんですけどこの組み合わせは本当やばいです軽い見た目からはすごいもういかつい感じがしててそうですねちょっと漕ぎ出し重いんかなと思ったら、はい、スッとそうですよ純正の法律ついてた時もうすごい重かったんで初速が重いここ軽いですねもう軽くて加速もすごいでも硬いっていうのが取り柄ですけどちょっと初めて乗ったんですけど、はい、まあ、大体ホイールって、まあ、初速とか30キロ以上の巡航の時に初めて、はい、まあ、力発揮すると思うんですけど初速はマジで速い速いと思います羨ましいでちょっと変わってくるとなるとこれアウター使わなくてもインナーの状態で後ろを7枚6枚のギアでもう力いらない状態で漕ぐと普通にもう35以上で走れるんです、もうスピードが下がらない下がらない、はい、もう軽々漕げる感じです。もう知り合いからももうお前なんでずっとインナーなのってよく言われるんですけど、はいはいはい、もうそれだけもうついてきてくれるというか、もう完璧、もうこの組み合わせはもうバッチリですよ。なるほどなるほど。買えるところはもうほぼほぼないですね。お値段どれぐらいしたんですか。これはまあホイール自体は、まあ、ざっとで言うと20万ぐらい。20万、はい、まあ、いい値段ですよ。でもエンビの中ではすごいお手頃な金額で買えてるんですよ、本来は。なるほどなるほど、はい、もちろんフレームもかなりいいので、はい、一概には言えないんですけどこのミドルグレードですか、エンビの中で。まあ低いぐらいのグレード、あー、エンビの中で低いグレードだけどすごい軽くて、そうですね、全然コスパいいホイールだなっていう感じしましたね。ディスクで乗られてる方はぜひともこのエンビ使ってもらったら、うん、体感したらもう後で買ってよかったっていうのは実感できると思います。なるほどです、はい。でこのスコットのホイール、はい、RC ディスクなんですけど、まあ、分類としてはエアロロード、はい、でアディクトっていうのがオールラウンドになると思うんですけど、そうですね、どうですか、まあ、もう乗って数ヶ月経ったんですよね。そうですね、最初はちょっとまあ、サーベルと比べちゃあれですけど乗っててちょっと癖が強いなっていうのはありました、はいはいはい、どういうところでかっていうとスプリントとかするときに外側に出すというよりは内側にこう漕いで走らないとちょっと加速しない、ちょっと特殊な分類にはなってきますなるほど、まあ、数々の自転ロードバイク購入してきた方なのでまあ言ってることは間違いないと思います、ね、めちゃくちゃ買ってますもんね。買ってますね、もう、はい、多分これで9代目ぐらいです。9代目ぐらいの高級バイクを乗り継いでる方なので、はい、ありがとうございます。はい、では本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。